お客様、乗車券を拝見します。乗車券なんて持ってないわよ。なに、乗車券がないってことはお客さんキセルですね。そんな、キセルは劣気とした犯罪なんですよ。お客さん無実よ、私は無実よ。捕まることを考えてキセルするやつがいるかよ、このバカツラ。ひどいひどい、親にも殴られたことないのに訴えてやる。面白い面白い、最高ね。電車だゴー、電車だ電車だゴーゴー、まさにバーチャルリアリティよね。バーチャルリアリティといえばトゥナイトよね。え、トゥナイト？ジローさんって渋いわよね。私タイプなの。バカじゃない。ところでジローさんの髪型って。ミルクさん、ミルクさん、大家ですよ。大家だ。今日こそは家賃を払ってもらいますよ。そこにいるのは分かってますよ。大家は勘がいいんだから。もう大家のやつうるさいな、いつもいいところで来るんだから。もうミルク、いい加減にしましょうよ。バカツラ、他人に払う金はね。もうよし、見てろよ。あげなさい、金払いなさいよ。5本、ちょ5本。ほら、やっぱりいるんじゃない。まあ、その今ミルクちゃんは留守じゃ。嘘おっしゃい。じゃああんたは誰よ。まあ、そのわしは田中角栄じゃが。田中角栄。そうじゃ、えらい、わしをあんた呼ばわりするのは誰じゃ。さては大家か。いえ、違います、大家じゃありません。用がないならとっとと立ち去れ。いや、いつの間にか田中角栄さんが住んでる。すいません。大家が権力に弱くて助かった。得しちゃったわね、ミルク。アリオ、この人が誰だかわかるか。もちろんだよパパ、ムハマドアリだろ。そうだアリオ、この人はとても強かったんだぞ。パパ、アリオにはこんな風に強い男になってもらいたいな。わかったよパパ、僕強くなる。偉いぞアリオ、それでこそ俺の息子マイさんだ。それでパパ親父狩りしたやつをぶっ飛ばしてやるんだ。え、どうしてそれを。はあ、ヘレン、あれだけ子供には黙っとけって言っただろう。そんなにムキになることないじゃない。そんなことじゃ父親の威厳ってものがないだろう。いつも言ってるじゃないか、アリオが父親を尊敬できなくなってもいいのか。よく言うわよ、尊敬されたいんだったら仕事で尊敬されるようなことしてみれば。
ああ、俺はな、こう見えても職場では優秀だと言われてるんだぞ。この間だってでっかいベビースターラーメンのかけらを見つけて女王アリ様に褒められちゃったんだから。もうあら、これもキムタクの新しい CM？ 相変わらずかっこいいわね。くぅ、大変だぜ、地球の危機だ。救世主は現れるのか、それとも我々人類は滅びてしまうのか。次週、北斗の警察正規君、お楽しみに。お前はすでに逮捕されている。へえ、電話か。はい、もしもし、桜中学ですけど、なんつってな。私だす。あー、大統領。そうだす、確かに私が大統領だす。ねえねえ大統領、電車だごう買った？電車だごう、なんだすかそれは。知らないの？知らないだす。ねえねえ徹子、大統領電車だごう知らないんだって。ダサい、遅れてる。あ、聞こえただすよ。今ダサいって言わなかっただすか？言ったわよ徹子が。大統領はダサくなんかないだす。好きな音楽だってヒップホップなんだすよ。ヒップホップ、素敵素敵よ大統領。そうだすか。あ、いや、まあ自慢じゃないだすけど、クラブで MC やんないなんてギャルに言われちゃったりしてるんだすよ。歌って歌って。今だすか？歌ってよ。もうしょうがないな、ちょっとだけだすよ。イエーイ、やった。じゃあ行くだすよ。1、2、1、2、3、4。だよねだよね、わす大統領だよね、だよねだよね、君大統領じゃないよね。死ぬ、払いてバカじゃない、これがヒップホップかよ。これをクラブでやるんだって、最高。大統領も結構、これ以上笑うのは体に毒です。毒、それはどういうことだすか。ミルクちゃん、人に歌わせておいて失礼だすよ。失礼だと、このガツラ。何がヒップホップだ、この団子兄弟。もう二度と電話してこないでよね。団子、ひどいだす、ひどいだすよ。ミルクちゃん、切っちゃうなんて、大統領涙が出ちゃうだすよ。もともとミルクちゃんの方が歌えって言うから歌ったんじゃないですか。それをミルクちゃんが笑ったから、大統領ちょっと怒っちゃっただけじゃないですか。そうだすよ、私は悪くないだす、悪いのはミルクちゃんの方だす。一言言い返してやるだす。ミルク、電話よ。はい、沼高バレー部です。なんつってな。ミルクちゃん、さっきのことだすけど。今のが逆切れです、大統領。ミルクちゃん、だいたいミルクちゃんは。シャラップ、おふざけはここまでです、大統領。本日の指令は何？そうだっただす。実はミルクちゃん、今全国各地で謎の蒸発事件が多発してるんだすよ。謎の蒸発事件？そうだす、突然人が消えてしまうんだすよ。カッパだ、カッパフィールドの仕業だよ大統領。ミルクちゃん、変なこと言うもんじゃないだす。カッパーさんはいい人だす、そんなことするはずないだすよ。じゃあ誰の仕業だ？我々の極秘調査だと、なんと宇宙人が関係してるらしいんだすよ。宇宙人？そうだす、宇宙人だす。しかし宇宙人の仕業だと知れたら国民が動揺するだす。この任務は極秘のうちに行ってほしいだす。ラジャー了解。ところでミルクちゃん、なーに？さっきの歌のことなんだすけど。歌？そうだす、歌だす。ミルクちゃんがさっきのラップが気に入らなかったんだったら、別の歌を聴いてほしいなぁなんて、名誉挽回だとか言って。これだから中年は嫌よ、かまってほしくて仕方ないんだから。それでね、できればなんですけど、
一緒に歌いたいなーなんて。最悪。じゃあミルクちゃん行くだすよ。カエルの歌の替え歌で大統領の歌。しかも替え歌。大統領の歌が聞こえてくるだすよ。だす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 だ。あー、ダメだすよミルクちゃん、一緒に歌わなきゃ。大統領どうしたの？ここはどこだすか？あなた方は誰だすか？答えなさい。ビカビカ。何言ってんだかわかんないだすよ。大統領どうしたの？ミルクちゃん、気がついたら知らないところにいたんだすよ。それで知らない人が3人こっちを睨んでるんだすよ。どんな人？あのだすね、ビカビカ、頭がとんがってて目がピカーって光ってるんだすよ。でね、でね、ピカービカーって言ってるんだすよ。もしかして耳もとんがってない？え、耳ビカー、とんがってるだす。それは宇宙人よ大統領。ビカー、いやー宇宙人だす。ビカー、怖い。ミルクちゃん助けて。切れちゃった。電車だごを知らないなんてね、ミルク。赤つら、鉄子大変だ。大統領が宇宙人にさらわれた。宇宙人？まずは王様のアイデア研究所に行くわよ。王様のアイデア研究所？あそこには私を作ったパパがいるはずなのよ。ロマンチック。はい、テレビの国からこんにちは。私が我が国の誇る王様のアイデア研究所長のアイパッチ博士です。博士大変だよ。おや、どうしたのミルクちゃん、珍しく慌てて。あのね、大統領がね、宇宙人にね、宇宙人にね、宇宙人に。まあまあ落ち着いてミルクちゃん、慌てるなんとかはもらいが少ないって言いますよ。慌てるなんとか。そうです。では問題です。慌てるなんとかのなんとかに当てはまる言葉は何でしょうか？ブー、外れです。慌てるヨネスケはもらいが少ないじゃありません。じゃあね、はい、私分かった分かった、博士。うせえこのスクラップ。誰がお前も答えていいって言った？ひどい、この人が私のパパじゃありませんよね。ところでミルクちゃん、大統領がどうしたの？あ、そうそう、あのね、大統領がね、宇宙人にね、さらわれちゃったの。大統領が宇宙人に、それは大変だ。早速我が国が誇るロボドッグ犬1号を出動させましょう。またロボドッグ？ミルクスペーシュシャトルがいい。ピク、スペーシュシャトル。スペーシュシャトル、スペーシュシャトル。あ、電波。それでは検討。いいとも見たいから学校やめます。いいか。お前たち、渡すにこんなことしてタダで済むと思ってるんだすか？ビカビカ。何するんだすか？やめて。ビカビカビカ。助けて。ごめんなさい、もう生意気なこと言いまへーか。ビカ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 。な、何言ってるんですか？カンカンカンダワン、カンカンカン、タ
ねえねえ、本当にこの犬コロ大丈夫なの？シャロップだ！何よこの犬、本当に生意気。お、また始まったか？やれやれやれ。こんな出来損ないと一緒にしないでくれだわ。まあ、いたわね。サックマイディックだわ。なんて下品な犬なの。やれやれ、ノールールでやれ。何よ、なれするわよ。ビカ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 チュービカ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 。我々の星、人間牧場計画2000。我々の星は現在深刻な食糧難を抱えております。そこで我々の星は3人の勇士を募り、宇宙へと食糧探し隊を出発させました。彼らは他の星で食糧となる生物を捕らえ、その場でクローンを作り我々の星に持ち帰ります。そして最新のクローン技術により大量生産され、一旦牧場で放し飼いにされた後、皆様の食卓にお酒のお供に、そしてペットの餌として皆様のお宅まで毎日無料でお届けいたします。これが我々の星の救済計画でございます。皆様のご協力をお願い申し上げます。ビカビカビカ。おいおい、冗談じゃねえよ。あ、突然失礼、私鼻毛の心の声です。にしても人間牧場だってよ、人間牧場。あ、そうそう、言い忘れてたけど俺さ、全宇宙語を理解する能力があるんだよね。スペースバイリンガル？結構インテリだろ。おいおい、掘りても無駄だよ。まったく女は学歴に弱いんだからよ。でもこの能力大してすごくもないのよ。理解はできるけど話せる言葉がドピューッとピャッピャッだけだからよ。ほんと笑っちゃうよな。おりゃりゃおりゃ、鼻毛はどこ行った？さあ、またどっかでお酒でも飲んでんじゃないの。ほんと役立たずばっかりよね。俺のこと言ってんのかこら、ファッキュー。他に誰がいるのかしらね、この欠陥品。あの研究所のロボットは出来損ないばっかりなんだから。ビカチュービカチュービカ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 。ああ、みんなどうしてどっか行っちゃうんだすか。大統領は一人ぼっちで寂しかっただすよ。ビカ。ああ、ごめんなさいだす、もううるさくしません。大統領は悪い子でした。ビカビカ。欲しいものは何でもあげるだすからやめて。勲章だすか、ノリピーのテレカだすか。ビカ。ビカ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 シュ。ビカトピブビカビカ。え、あれ、あ、ここは私の部屋じゃないですか。あれ、おかしいですな。今までここでビカビカって怖かったですな。クン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 だわん。クンクン。うん、
もう疲れた。だからあんな出来損ない信用しちゃダメって言ってんのに。何すんのよこのボロ犬は。サックマイディックだわ。もうあの研究所のロボットはポンコツばっかり。あ、電話だ。はい、あらや二重ですけど、なんつってな。わ、私出す。あ、大統領？そう出す。確かに私が大統領出す。宇宙人にさらわれたんじゃなかったの？そうなんです。ビカービカーってすんごく怖かったんです。それで？それがね、いつの間にか助かってたんですよ。大統領は助かったですよ。やったー、万歳万歳、イエーイ、野人投入。野人投入。とにかくミルクちゃん、大統領は助かりました。ご苦労様でした。どうなったのミルク？大統領に騙された。へえ、ということはどういうこと？大統領は八尾純一だ。ありがちなホラ話ってこと？そうだ。あれ、ぴゃー、鼻毛いつの間に。まあいいか、これにて任務完了。寿司でも食い行か。こら、やめるだす。私を誰だと思ってるんですか。私は大統領なんだよ。やめて、ギャ、やめて、やめて、やめて、ギャ、やめて、やめて、やめて、ギャ、やめて、やめて。何事もなくてよかっただす。おまけ。ただいまだす。おかえりなさい、あなた。いい匂い。今日のおかずは何だすかな。今日のおかずはあなたの大好きなこれよ。わあ、マルホの大統領の水煮だすか。そうよ、大統領の中でも最も美味しいとされている頭のてっぺんの部分だけを集めた最高級品なのよ。はい、安心して。だ、愛してるだすよ。私もよ。マルホの大統領の水煮でいいかえばだす。ビカ、新発売だ。ビカ、ビカ、すぐ買うだす。ミルクちゃん行ってくるんだす。ダス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 、今日も元気に土管を決めたらヨーランセをセリーゼント。ダス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 、ソリも入れたし弁当も持ったダス。くるくるパーマに長めのスカート引きずって、おててつないで駅まで幸せ。ダス、駅に着いたらトッポイ兄ちゃんとガンのくれ合い飛ばし合い。タイマン春出す、赤手ぶとうし出す。大阪府知事をどこまでいじめれば気が済むんだ。こんなに好きなのに釣れないな。もう、おすぎだす、嘘だす、渡すに騙されるだす、感動だす、そして愛だす、やっぱり愛だす、水野春を出す、嘘だす。いやー、餅って本当にいいもんだすね。次回、おースーパーミルクちゃん、ミルクの餅が伸びたり縮んだりの巻き。